はい、どうもこんにちは、くにです。ということで今回は、貫突セル使う動画2本目なんですけど、まあ、やっぱ2本目はね、これで戦いたい。フリーザ、セル、ブーのリミテッドがね、ついに3人揃ったということで、この3人をね、一気に使っていける強大な敵パーティーで遊んでいきます。もちろん上3人固定選出で基本的にやっていこうと思います。見た目やばいよね、このいかつさといい、かっこよさといい。まあ、凸のバランスがちょっとおかしいことになってますけど、まあ、そこはね、目つぶってもらって、はい、早速やっていこうと思います。うわ、来た。やっとセルでコンケスト当たれた。なんか最近減ったってぐらい、なんかセル使い始めてから当たんなかったんですけど、当たりましたね。よかったよかった。よし。さあ、復活アンチの力を見せてもらいましょうかね。根血しばくためにやってきたんでね、セルが。はい、来ました。テンプレ外役編成。ぶっ殺しましょう。いや、本当はザマス出したかったけど、まあ今回の動画はこの3人なんでね、主役は。お願いします。即回避。よし。さあさあさあ、これ外しましょうか。 OK。 さあ、泥足つけて。強いな、順風がマジで強い。順風ゲーして、いや、まあ、一応待って、まだ押しちゃってる、押しちゃってる。まあ、一応キャンセル入れて、オッケー。それは外しすぎ、意味わからんすぎ、下手くそすぎ。あ、泥足終わってんのか。じゃあ、フルフリで。はい。お、出してくんだ。まあ、これ外しましょうか。通常流して、ブッパーやめてね、一つ。居座ってくんのね。あー、まあ、う、あー、通常なんだ。冷静沈着に大好き大好き。お前やべえだろ。あー、まあ、もしだから許すけど、外すか。即でしかコンボ取れないって判断して次即してきそうだな。ういっす。回避圧だろ、どうせ。うい。はい、強い。予約だろ、どうせ。まず行きます。メイン切らないでしょ、ここ。ういーす。いや、これセルの強いとこ出るよ。めちゃめちゃ強いよ、これ。復活アンチで弾4個奪うからね。よし、行きましょう。しっかり親子も削ってね。これマジでかいな。ちょ、待って、読むなよ、ほんとに、お前。セルのいいとこ見したいんやから、こっちは。もう、ええって。ほんまにええって、マジでほんまにええって。あ、これ打撃突っ込んできそう。あー、もう脳死だろ、お前。ほんとしんどけ、マジ。外耳が気持ち悪いな、お前。素直に弾割られとけや。イラつくな。で、こっつが、こっつが急に田舎弁になっちゃったけど、こっつがね、踏ん張り、あの、あ、待って待って、今もう、うっせえな。ライジング読んでなかったろ、お前。勝ってたんだよ、もう。もう終わってたわ、試合。はい、耐えます。ダーリーナ、ぶっ殺しましょう。オッケー。突っ込んでくるね、これ。絶対突っ込んでくるね。突っ込みたいね。突っ込みたいね、君。おちんちん突っ込みたいでしょ、ほら。ゴムつけないでしょ、どうせ、お前。もう息が切れたのか。ちょ、マイル入んない。ほらほらほら、どうした、お前。絶対紫来る。うぃーす。さあ、弾割って。さあ、こいつをしばくためにね、セルは実装されたんでね。どうしよっかな。一応下がったけど、攻めてよかったね。気力減少あるもんね。あ、最悪だ。まあでもこれ弾割ったのくっそ強いね。4個ってやばいよね。こっちから見たらさ、分かりにくいけど、相手視点やばいよね、4個弾吐きは。おい、何切ってんの、お前。絶対回避回避されると。そうですよね。もうヌーブの根血使いは回避回避してれば勝てるんで、皆さん覚えときましょう。いや、ただこれあれだな。いかんな。さすがに落ちないか。必殺かぶしたいけど、もうね、遠距離普通にしてきそうなんだよな、今月。まあ、かぶせも狙いつつ、うん、遠距離警戒して、跳ねましょう。
ああ、最悪だ。絶対即だろ、お前。即でしかコンボ取れないもんね、君たち。オッケー。さあ、お祈りしてくる。さあ、メインでバニ回復入れて、よしよしよし。絶対脳死だろ。おい、根血脳死タックル打撃を究極圧でぶっ潰す瞬間が一番気持ちいいですね。あー、マジで滅びてくれねえかな。最高です、マジで。根血使い全部死んでくれ。さあ、脳死でしかプレイできない根血使いに制裁を与えていきましょう。しかもいいね、しっかり敵が親子ご飯ぶっ殺す。いい、殴られー、この殴られーの言い方めっちゃかっこいいよね。いやー、マジで最高だわ。はい、しっかりと根血をしばいていくと。さあ、根血外事の後は3周年の恥をしばいていきましょう。何してんのお前。まあ出してきていいですよ、全然。オッケーオッケー。一回使わして。キャンセル入れてないかな。はい、メッキ剥がれました。3周年さん、はい、マイダッシュ外事アーツおつまよ。外しましょう。ああ、出てこないんだ。何してんのお前。バカか、てめえは。見てわかれ、ボケ。必殺って強っ。前出しちゃう、いいってマジでつまんねえから。絶対出てくるだろう。ウィス。ようやく打ちしてライジングいきましょう。やばい、本当に悪の系譜がヒーローみたいな感じになってる。めちゃめちゃ楽しい。もういいっててめえら、マジ。雷読みしかさ、うまくないわ。雷読みの運ゲーだけだわ、お前ら、うめえの。しょうもねえな、目に使って。うーす、バカ、オツ。まあ、あとはセル大事にすれば勝てるんで。まあ、打撃で場に使わせまーす。おい、だるいって、ブッパ。これ、ライジング打ってそうじゃない、ワンチャン。当たってたら褒めて。あ、当たってなかったわ。まあ、あのブッパは別に合法ですね。こっち場に使ってるんで、謝るわ。ちゃんと僕悪いことは謝るからね。お前らが悪いんだからね、いつも。あー、やるやん。さすが3周年さん。さすが3周年さん。さすさん。絶対脳死だろ、こいつ。ほら。はい、しばいていきましょう。3周年の恥は、あー。LF したかったな。はい、お願いします。特殊反応でかいな。とりあえず避けてよ、雑に。あー、これ脳死っぽいわ。あ、脳死じゃない。お、劇場はちょっと民度高いんだよね、やっぱ。劇場はちょっと民度高い。んー、あんま良くない通常だったな、これ。あ、民度高いね、民度高いね。好きよ。うーす。まあ、民度高いんで許します、今の速圧は別に。通りから一つ打ちましょう。最速取りたいな。予約してないかな。あ、いいね、民度高いね。場に回復しちゃったわ、特殊使わなかった。使わなくても回復してたわ。アーマー持ちだから中距離来てー。ん、2連回避でいいや、ここ。あ、通常なんだ。跳ねろ。ほんと、見て射撃、オッケー。帰ってきてないよね、オッケーオッケー。忘れちゃったんでね、待機。セル出して、下がって、タックル？ウィス？あー、そんなことしてくんのね、あなた。そんなこと。弾割っといて、これでライジング打てません。
強っ、マジ強い、弾割りまくりやで。雷雪いらんで、ダゲキャン釣れない、俺が釣られちゃったわ。お、やるね、民度高いね。噛み合っていく、これゴジータ出てくる可能性ワンチャンあるんで早めに打ちます。あーまあ出てこなかったけど、まあまあいい。これで弾は4つ割れるんで、前の動画でも話したクッションライジングね、まあ、どの道、いやでもあれか、究極で縛れてた、今ライジング打つことに精一杯になってたけど、究極で縛れてた可能性あるな。ちょっともったいないことしちゃったね。そしたら、いやー、もうごめん、全然縛れてなかった。黄色の体力満タンだったわ。じゃあ OK、正解ね。おーし、ずらし回避、回避回避。なんだそこのキャラちゃん、意味がわかんない。全然お祈りしてこないな。ブロリー使ってんのにこんな丁寧っていうか、まあ、民度いいんだね。それはありがたいね。回避見て射撃。あー、まあ。運命です。丁寧だね。よしよしよし。あー、使う方間違えた。打撃から使うのが正解でした。外そうか。回避見て圧、オッケー。さあさあさあ、いいっすね。復活ニュースってやっぱライジング溜まるの早いんだろうね、これ的に。やっぱ早いよね、異常に。裏出てこい、どっちか。出てこない。いや、いいな。この試合は面白いわ、普通に。根血外耳と違っていいね。もう根血減ってほしいわ、もっとなんかぶっ殺すキャラバンバン出して。よしよしよし。あ、回るよ。これ、表に出しといていいな。タックルは絶対打っちゃダメなんですよ、ゴジータに。オッケーオッケー。さあ、オッケー、ありがとうございました。いや、釜入りの神の木も結構おしゃれだな、いいな。今回、ラインナップに鎌入ってて欲しかったんだよな。結構ね、使いたいんだよね。ザマス入ってたのマジでありがたかったけど。あー、オッケー。見て、射撃。通常。まあまあ、これ射撃安定ですね。オッケー。ワンチャンお祈りとかしてこんかな。してこないね。よかったね。フリーザで全体ダメ。強すぎ。遠距離。いやー、やられた、今の俺がヘタッピ。ヘタッピッピッピだったね、今の。もう一発もらってセルで弾割りましょう。いや、ゴジブルパイセンいるんだよな。だからタックルがあんま意味ない、今のところ。タックル回避だけして。いやー、マイル入んなかった。特殊いきましょう、これは。受けさせて、即 OK。140ぐらいかな、言って。フリーザ出しとくか。なんかこっちの弾もないんだけど、なんで？カマロゼに割られたっけ？あ、お祈りしてきた。ちょっと弾がなぜか、こっちもなんか全然ないっすね。もう一発撃っとくか。OK？遠距離してきそうだな、なんか。歯が立たない感じしてる。遠距離じゃない、最速だね、とりあえず。セル出して、さあ、チャージしていきましょう。はい、お祈りね。さあ、もう一枚。R2 じゃない、弾。そろそろ弾、え？何が起きてる？ちょっと欲張ろうか。絶対ここ弾欲しいんで、OK？ 弾引けないのかよ。マジかよ。OK。いやー、さすがに。跳ねようか。怖い。OK、弾割って、メイン切らないね、ここ。タックル回避行ってからの回避回避でいこうか。
通常冷静。タックル。タックル来そうだけどな。マジで来たわ、ハッケ。さあ、ライジング行きましょう。すごい、戦い方美しいな、うち。うち。自分のことうちって言ってますけど。よいしょ。オッケー。こんな強大なパーティーなのに戦い方こんなに美しいやつおる？いたわ、ここに。うん。さあ、あとはレジェンダリーフィニッシュ決めたいな、動画的に。うぃすー？誰で決めちゃおうかなー。好きな子選べるのいいですね。セルさっき見たよね。見たっけ？見したっけ？まあ、長いやつでいくか。フリーザでいきましょう。これ一番長いよね、多分。リミテッドの。この LF の演出で。いやー、このパーティーね、ブーとフリーザ6突以上刺したらめちゃめちゃかっこいいんだろうな。うん。僕のまだ見た目がね、ちょっと、クボタイトみたいな感じで、上半身だけね、強靭で下半身貧弱みたいなね、パーティーの突になってるんでね。はい。まあ、フルフリと順風復刻早くしてください。ということで、強大な敵パーティーで根血外耳もしばけたんで終わります。お疲れ様でした。